DVD。 まあ僕にとってのその GTR というのはもう本当に生涯欠かせないものであるし、よくお客さんに言うのは、やはり車好きだったら死ぬまでに GTR は乗っとかないと墓場にも行けないぐらいなね勢いで言ってますね。正統派 GTR チューナーとして知られるマインズの新倉さんが、一度は手に入れたい、そして一生ものとして大切にしたいと語る第二世代 GTR。 その魅力と長く乗り続けるためのリフレッシュやアップデートのポイントに迫る。はい、GTR の場合はですね、まあ普通のその、まあ進化していく家庭のその車と違って、32には32、33には33、34には34のその、良さがありましてね。他の車みたいにそのマイナーチェンジでどんどん車が良くなっていくっていうのとまた違ってですね、これはそれぞれにこうファンがついてて、なんでまあ自分は32じゃなきゃ嫌だ、33じゃなきゃ嫌だ、34じゃなきゃ嫌だ、まあただし GTR 全般は好きだっていうような感じでですね、まあちょっと不思議な感じの熱狂的なファンがいて、しかもその車好きのそのものであるっていうので、ちょっと珍しい車だと思います。まあ、32GTR っていうのはまあ、一番初めに出た車で、まあ、コンパクトで、まあ、ただしちょっと空力なんかに、まあまあ、悪いわけじゃないんだけども、その問題があった、まあ、それを改良して33、これはまあ結構どっしりしてて、ホイールベースも、まあ長くて、結構ラグジュアリーに作られて、まあ、安定性は抜群というような33で、その間をちょうど取った感じ、完成形として34GTR と、まあ、これは結構その電子制御なんかも結構進んだ車で、まあ取り回しも良くて、まあ使い勝手がいいっていうような感じで仕上がってた車、それぞれに個性があって、ただ単純に進化していくっていうわけではない代表の車みたいなもんですね。まあレースの世界ももちろんのこと、そのチューニングをこう、の素材としてこう避けては通れないような、もう日本を代表するような、まあ、スポーツカーであり、チューニングのベースの車であり、そういう意味でそう僕らも、まあ、結構そのマインズとしても、まあ中枢の、要するにもうチューニングそのものの歴史と、要はうちのその時代作りの中では絶対欠かせなかった車ですね。でうちのそのまあ代表的なその GTR のチューニングの仕方というのはですね、結構こだわりがありまして、でかいウイングはつけない、でかいリップはつけない、要はエンジンはノーマルでなんていうのをこう基本としてですね、もう要はその GTR はこういう風なところまでしか、要するにしかいじらない、それでしかも速くするっていうことで、まあユーザーの方からももうなんかマインズに対するレギュレーションが決まってて、うちはうちで決まってて、それがなんか同じ方向性で進んでったみたいな、まあ今日並んでる3台の作りを見てもらえると分かると思うんですけども、あんまりその行き過ぎちゃうと自分の中でマインズの中でGTR でなくなってしまうみたいな、そういう考えのもとに作られた車です。まあどの車でもこうチューニングが進んでいくと、いじるそのなんていうんですかね、度合いがもう進んでいくんですけども、まあマインズとしてはなんかこうなんていうんですかね、その素材の良さをこう生かしていくみたいな、やはりそのエンジンのそのなんていうのかな、リフレッシュに力を注いだり、まあ周りのそのパーツのその傷んできたところを変えたりとかっていう、素材を崩してないようなオリジナル感のあるチューニングカーっていうものを進めて、まあもう何十年も経ってる車ですけども、十分それぞれ価値があるんで、そのようにいじってったら、まあ本当一生ものになっていくんじゃないかと思います。